な、こんばんは、幸子ちゃんが大好きなケンティです。で、今回ですね、自己紹介をめっちゃ変えてみたんですけど、皆さんどうですか？どうですか？はい、この度ですね、ケンティはですね、まあ見事ですね、幸子ちゃんにですね、釣られてですね、幸子ちゃん推しになりました。マジでちょろいですね、本当に申し訳ございません。本当にちょろいんですけど、まあ今の時刻は9時30分ですね。8月21日、皆さんこれとこの動画を撮ってるあと30分後にな、あれ言ったじゃないですか、オタ休止の離脱か残留かっていうのを締め切り日なんですけど、それもかからず今から商品紹介のレビューをしたいと思います。で、今回ですね、初めて商品紹介のレビューをやりたいと思うんですけど、僕がいつも最近毎日ではないけど、まあ、結構食べてる商品を紹介したいと思います。これがなんとこちら、ドン、見えるかな、パインの実ですね。後ろに原材料名とか書いてますね。僕は詳しくね、あまり紹介できないんで、これを出してる動画の投稿さん、動画投稿さんを参考にしてください。僕はあんまり下手くそなんで、まあ、今回はですね、パイの実のね、チョコのパイを食べていきたいと思います。それとですね、もう喉が渇くと思うので、今回はマックスバリューのウロン茶を、ウロン茶を用意しましたです。まあ、簡単な雑談を言いながら食べるって本当にしょうもないかもしれないですけど、まあやりたいと思います。まあ本当にしょうもないことなんで、まあまあですね、はい、こんな感じでパッケージを開けたら見るかな、パリのこんな感じですね、こんな感じで書いてるんですね。まあまあこれはいいかな。はい、本当これをただパイの実を食べる動画っていうね、動画です。本当にそのパイの実を食べる本当動画なんで、本当に面白くないですね。まあまあそれをこれを当てていきたいと思います。じゃあパイの実を食べていきたいと思います。まあ本当にパイの実を食べるだけの動画なんで、まあ本当いただきます。じゃあいただきます。一口いただきます。僕パイの実すごい前からずっと小学校の時からずっと食べてたんですよ。うん、中に食べながら食べてダメだよね。うんうん、中にチョコレートが入ってて、もうなんか甘さがすごい増してくるんですよ。なんか喉とかにすごい食べた感じにまた食べたくなる、これは食べても飽きない味ですね、パイの実ですね。まあパイの実は食べながら雑談になるんですけど、まあ僕最近 YouTube 動画投稿してないじゃないですか、まあ、なんでかっていうのは、まあちょっと最近いろいろと忙しいのであまり動画投稿ができなくて本当に申し訳ございません。もうだから本当に楽しみにしててくれる視聴者さんがいるんで、まあそのためにも動画を出してるし、まあいろいろやっていきたいなって、これからも動画を投稿を出し続けて一日でも多く一本でも多く出せればいいかなと思ってます。はい、よく思いますね。このウーロン茶ですね、価格が51円なんですよ。多分パイの実は100円以内だったかな、120円ぐらいだな、うん、ぐらいですね。で、僕最近新しくツイッターアカとツイキャスを作り直したので、もしよかったら僕のツイキャス、まあ定期的に最近配信してるね、もしよかったら覗いて聞いてくださると嬉しいです。まあ遠慮なくね、コメントとかコラボとか大歓迎なんで、もしよかったらこちらをチェックしてくださると嬉しいです。ただパイの実を食べてるだけの動画なんで、ほんとしょうもなくてほんと面白くないと思うんですけど、ほんとにパイの実を食べてる動画なんで、これはもう簡単なパイの実を食べながらの雑談みたいな感じですね。まあ YouTube おかげさまでもうすぐチャンネル登録者数が50人突破します。ほんとに登録してくださった皆さん、ほんとにありがとうございます。僕が YouTube を始めたのは今年の3月1日ですね。あれからもう5ヶ月以上経ちますね。
長かったような短かったような感じますね。まあ、最近は動画の質っていうかクオリティがどん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 下がってますけど、これからどん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 上げれるように頑張っていきたいと思います。やっぱり今年まで、来年の3月1日までに100人やっぱ突破したいっていうか、まあ、チャンネル登録者数を気にせずに、僕はもう今いる人たちをすごい大事にしてるので、これからも皆さん仲良くしてくださいね。仲良くしてください。はい、僕はこんなこと言ったらマジ気色悪いですけど、みんなのことが楽しいし大好きです。ダメ、これダメですね。はい、ダメです。もう大好きです。はい、はい、あ、質問コーナーをまだ質問を募集して、あと2口食べてからちょっと終わりました、ね。まあ、パイの実はすごい美味しいし食べ応えがあるし、チョコレートだけど飽きないよっていう、だから皆さんぜひね、なんか友達とか遊ぶときに、ぜひみんなで友達とバイバイ楽しむときに、ぜひパイの実を食べてくださると嬉しいです。あと、何かを言おうとしたいかな。あ、スカイプを最近始めたので、もしね、スカイプ僕と交換したいっていう方は、全然ツイッターのリプとか遠慮なく言ってください。ツイッターを最近始めたので、新しいアカでさっき始めたって言ったんですけど、まだフォローしてない人はぜひしてください。フォローはもう遠慮なく、もう 100% 返すので、追加する前に一言言ってくれれば遠慮なく本当にやるので、もしよかったら言ってくださると嬉しいです。いますね、僕の今の本当推しなの誰なのって結構言われるんですけど、まあ、食べながら言うのはなんかなと思うんですけど、まあ、僕の推しはイノちゃんとさくらとメルちゃんとミオちゃんとマイちゃんとナコちゃん、ナコちゃんも新しく言いました、ナコちゃんと宮崎園ちゃんと小田彩香ちゃんです。これは2人で4期ですね。もう4期結局押さないとかいいのに、もう好きになりました。オールちゃんの影響です。はい、はい、ああ、ちょっとバイオ、体にちょっとバイオ食べたろう。はい、ということですね、今回はですね、ただヨシがチョコパイを、チョコパイじゃない、パイの実を、ごめんなさい、パイの実を食べた動画でした。あと雑談を何気に入れました。まだね、YouTube のチャンネル登録とか、まだ高評価とかコメントとかしたことないよっていう方は遠慮なく言ってくださると嬉しいです。Twitter、ツイキャス、スカイプやってるので、ね、まだ追加してない人は遠慮なく、まあ、リプで送って、Twitter のリプで送ってくれると嬉しいかな。か、コメント欄にどしどし書いてくださると嬉しいです。まだね、質問コーナーまだ受け付けてるので、まだこれ動画アップされた瞬間、まだ1週間、2週間ぐらいはまだ質問コーナーどしどしぶつけつ。申し込んでいるんで、まだやってない方は遠慮なく、やってほしいことを遠慮なく言ってくださると嬉しいです。今回はパイ商品紹介のレビューでパイの実を食べたっていう動画でした。本当にご視聴ありがとうございました。本当にこの動画大丈夫なのかなって最近自分でも思うんですけど、まあ、ぶっちゃけ、まあ、これで終わるかと思ったらまだ終わらないんですけど、動画のネタが最近ないので、もしこんなことやってほしいとかいうのもあったら、まあ遠慮なく言ってください。それはリクエストだから、それを質問コーナーに、質問コーナーですか、リクエスト募集みたいな感じでやってるので、それそちらに書くか、この動画のコメント欄に書いてくださると嬉しいです。あと、もう一度言いましたが、もう Twitter、Twitter、Skype、まだや、僕とまだやってない人は、これで仲良くなってくださると嬉しいです。まあね、HKT のことを語りたい。語りたいと、たくさん語りたいと、たくさん話したい、たくさん話したいので、もしよかったら、気軽に覗いて声かけてくださると嬉しいです。今回の動画は以上です。皆さん、ご視聴ありがとうございました。はい、ですね、この前の動画で、まあ、どっち派ゲームっていうのやったじゃないですか、高校野球とオリンピックとジャカルタですかって。僕は、
や高校野球派って言ったじゃないですか。でこれからもね、毎日これからの動画1週間に1本2本多分出すと思うんですけど、それの中でまたやりたいと思います。どっちハゲーム、今回のどっちハゲームはですね、まあ HKT とか AKB のグループに関係するどっちハゲ、どっち派ですね。視聴者さんがそれだと思うのに書いてください。僕も一応意見を言っています。今回のですね、どっち派かっていうのはですね、AKB と HKT はどっち派ですか皆さんは、って僕は圧倒的に HKT 派ですね。はい、まあ、HKT はもうメンバーが個性的で豊かで本当楽しいし、ライブを見ていてもすごい楽しいし、まあ、AKB が悪いっていうわけじゃないですよ。 AKB もめっちゃ好きです、めっちゃ好きですけど、最も今 AKB グループで好きなのはって言われたら僕は HKT です。はい、もしね、視聴者さんの意見で、まあ、これは僕はこの花なんでなんちゃらこうだと思うんですけどとか、そういうのを書いてくださると嬉しいです。今回の動画は以上です。以上、どっち派ゲーム第2弾でした。第3弾もお楽しみに。バイバーイ。